キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ昨日はね、はい、セリーグしてきましたけども、はい、今日はパリーグの22年間でバランスが取れた最強チームはこのチームだっていうね、はい、発表もうすぐしていきましょう。はい、はい、楽天の2013年入ってるんじゃないかな。13年ね、はい、はい、期待。それでは発表します。はい、第5位2006年の西武ライオンズ。へえ、2006年。はい、173ポイントです。へえ、はい、この年の一番スタメンが多かった選手でのオーダーね、1番福地さん2割8分9厘4本塁打22打点25盗塁、はい、2番片岡2年目です、うん、2割9分2厘4本塁打44打点28盗塁、3番中地6年目24歳、3割6厘16本塁打63打点、ね、4番カブレラ3割1分5厘31本塁打100打点、うん、で和田さん2割9分8厘19本塁打95打点でリーファ2割5分2厘13本塁打32打点、うん、で中村拓也5年目ここからちょっとずつ出てきます、2割7分6厘9本塁打29打点で細川1割9分9厘7本塁打27打点で赤田2割9分3厘2本塁打34打点16盗塁、うん、まあ、足絡めてだね、はい、で控え選手では、まあ、52試合のスタメンで、うん、石井吉3割1分2厘、はい、ホームラン3本16打点、うん、で平尾さん2割3分1厘5本塁打28打点ねっていうところが、はい、で栗山が5年目で2割6分8厘2本塁打22打点、うん、まあ、ここら辺がちょこちょこ、はい、で銀次郎が1年目スタメン44試合1割8分1厘ホームラン3本14本塁、はい、でピッチャーは松坂大輔、うん、17勝5敗防御率 2.13 です。で涌井が2年目で12勝8敗おで西口さん34歳9勝9敗、うん、でも177イニング投げてます、はい、でギッセル6勝4敗、うん、でホアシ5勝2敗はい、でグラマン4勝6敗、うん、でリリーフ陣は抑えが小野寺、うん、29セーブでリリーフが星野58試合、はい、石井隆さん、35歳、うん、で三井さん、うん、45試合防御率 1.73 というチーム構成。へー、最終的にやっぱ日本ハムが優勝したんですけど西武が2位だったみたいですね。そう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 、はい、続いては4位の発表です、はい。4位は2002年の西武ライオンズ。おー、西武が続いて180ポイントです、はいはい、こちらはね、はい、優勝してます、はいはい、1番松井稼頭央さん、はい、3割3分2厘36本塁打87打点33盗塁、はい、えぐいね、1番から、ね、1番からだよ、はい、2002年、俺開幕スタメン、はい、西武と初めての開幕スタメン、はい、2002年西武と、はい、札幌ドームで開幕試合、はい、負けました。札幌ドームで？そうそうそう、札幌ドームのなんかこうこけら落としみたいな感じの開幕戦、ロッテ対西武だったの、はい、で西武があの準フランチャイズで札幌ドームを使ってたのね。あ、そうなんですか、うん、そう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 。へえ。2番大関3割1分4厘4本塁打50打点、うん、で 3番井上さん DH 3割7厘3本塁打24打点、はい、4番カブレラ3割3分6厘55本塁打115打点、うん、これだから王さんの記録抜くんちゃうかっていうね、はい、最後敬遠ばっかりしてどうなるんやつで、うん、ロッテの最終戦、はい、マリンで、うん、キャッチャー俺、はい、前座的勝負で打たれなかった。へ、当時山本監督が、はい、逃げんな敬遠なんて絶対するな勝負しろっつって、はい、で抑えたんですね。そう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 、うん、で5位和田さん3割1分9厘33本塁打81打点、えぐいなこの打順、うん、6位宮治さん2割6分7人3本塁打29打点、うん、7位エバンス2割5分2人15本塁打45打点、多分ねこのエバンスのこの数字がその当時だったらダメだねって言ってた数字、はい、多分今だったらいいねになるからね。へー、2割5分2人でホームラン15本も打ってたらいいやろ外国人、最近いないですもんね、うんうん、この当時だったらダメだねって言われた、うん、だってカブレラ55本塁打だからすごっ。8番伊藤勉さん2割5分5厘8本塁打50打点、はい、うん、40歳はい、すごいね、40歳だったんですか、この時に盗塁も3個してる。9番高木宏之さん2割7分2厘ホームラン1本37打点、うん、ね、で控えには大友さん2割3分5厘、はい、で鈴木健さん2割3分8厘ホームラン5本、うん、で平尾さん2割7分7厘、うん、ね、柿内さん2割2分4厘、はい、ピッチャーえげつないね、西口さん15勝チャンズージャ10勝、うん、三井さん10勝石井隆さん8勝塩崎さん、塩崎さんまで現役だった、うん、松坂6勝2敗、
どうしたあ怪我もあったのかな、その前の年まですごかったんですよね。そうそう、3年連続ね、はい、うん、で守護神豊田さん防御率 0.78 38セーブで、森さん71試合登板、うん、2.07、 土井50試合登板 2.68、うん、リーフもえげつないね、はい、うん、まあ、でもこの年本当に圧勝、セーブがもう圧勝だった年ですね、うん、うん、でも第4位です、はい、80ポイントこの年西武90勝してますよ、うん、えぐいよ、強かったもんだって、うん、すごい、うん、はい、さあ続いてじゃあ連続して西武が来ましたが、はい、第3位の発表です、はい、そろそろちょっと違うチーム来てほしいですね、はい、第3位は、はい、2011年のソフトバンク、うん、おー2011年か、はい、こちらはね、はい、1位です、76勝です、はい、西武90勝はい、そう考えたらあの西武ね、はい、エグスカツレでも4位、それより上だから、はい、1番川崎宗理2割6分7厘、ね、盗塁31個、はい、2番本田3割5厘盗塁60個、はい、なかなかさせなかったからね、本当で3位内川、3番内川3割3分8厘12本74打点、うん、4番小久保さん2割6分9厘10本塁打48打点で5番、カブレラ、はい、2割2分5厘10本塁打35打点、うん、6番マッチ2割8分2厘25本塁打83打点、うん、7番田村2割4分1厘4本塁打36打点、8番長谷川、2割9分3厘4本塁打34打点で、9番細川2割1厘、はい、ホームラン1本で、控えには松中さん、ね、うん、3割8厘12本36打点スタメン74回、うん、で福田2割2分2厘山崎キャッチャー、ね、1割8分9厘オーティズ2割1分5厘と、でも打つ方そんなね、あ、まあ、このびっくりするぐらいな、まあ、本田の60盗塁とかね、うちから3割3分8厘すごいけど、はい、そんなでも打率でいうと本田選手も3割超えてるし、内川選手が多分首位打者なんじゃないかな、うん、3割3分8厘打ってますね、うん、でもさっきの西武みたいにさ、はい、さっきの西武だって3割打者は松井稼頭央さん、尾関、犬伏さん、カブレラ、和田さん1、2、3、4、5全部3割以上だからね、あ、まあ、そっか、でホームラン松井稼頭央さん36本でカブレラ55本、和田さん33本いるからね、あれじゃないですか、ピッチャーがでも、うん、あれなんじゃないすごかった、ピッチャーホールトン、はい、19勝そういうところですよ、これでバランスの取れただからね、はい、打つ方だけでもダメだしピッチャーでもダメだし、はい、バランスの取れた、うん、取れてる、で防御率 2.19、うん、和田16勝5敗防御率 1.51、 1点台ですよ、節14勝8敗防御率 2.79、うん、はい、杉内8勝7敗 1.94 やば、で山田7勝7敗 2.85、うん、で大場7勝2敗 2.55、 えぐいね、もしかしたらバッターでいうとさっきの西武の方が上だったかもしれないけど、うんうん、ピッチャーがまあそうだな、すごいんじゃないですか、うん、ファルゲンボーグ真原が、はい、19セーブずつ上げて 1.42、 ファルゲンボーグ真原 3.06、はい、で森福投手もすごいですよ、森福60試合とか 1.13、うん、金沢53試合投げて 1.66、はい、岩崎 2.72、 吉川40試合だけで 2.41、 ピッチャーえぐいね、リリーフ陣もすごい、うん、そういうまあバランスで考えると、そうそう、バランスの取れた最強チームだからね、うん、はい、打つだけでもダメだし投げるだけでもダメっていうね、はい、こちらが3位です、あーすごい、うん、続いて、はい、2位の発表です、はい、2位は2003年のダイエーホークス、はい、わーソフトバンクじゃない、当時まだ大英、そうか、まだ大英か、うん、この当時をね、はい、多分皆さん1位ちゃうかって多分予想した人、うんうん、大ハード打線だね、はい、井口、松中、城島、バルデスっていう、うん、この4人が100打点以上っていう、うん、はい、そうだその時だえげつない、1番村松さん、はい、3割2分4厘ホームラン6本57打点32盗塁、はい、2番川崎宗理、うん、2割9分4厘日本塁打51打点30盗塁、もう2人で62盗塁よ、はい、で3番井口さん、はい、3割4分27本塁打109打点の42盗塁、うん、もう3人で100盗塁してるんです、はい、でここから4番松永さん3割2分4厘30本塁打123打点、うん、5番城島3割3分34本塁打119打点、うん、で6番バルデス3割1分1厘26本塁打104打点、どんな打線だよモンスターモンスターすごいですね、うん、いや多分この年ね、はい、あの優勝決まったのマリン、はい、俺見たもん胴上げ目の前で、はい、多分この年だった2004年だったかな、いやじゃあこの年多分この年だった2003年だったと思う、うん、俺も見たもう絶対見とこうと思って、いやすごい、でも数字見るだけで驚異的ですね、うん、でズレータ
1年目ね、うん、2割6分6厘13本塁で43打点、はい、で柴原さん3割3分3厘4本塁で53打点11盗塁で鳥越さん2割1分2厘1本塁打25打点で大西さんが代打 DH 代打など2割8分1厘4本塁打51打点、あの3割超えバッターがスタメンに6人いて、うん、しかもその3割超えも3割じゃあ何人とかじゃなくて、うん、3割3分3割4分とか見打ってるからホームランも 2,30 本打って打点100打点で走る人は30盗塁以上みたいな、すごい、げつないね、げつないですよ。でピッチャーはね、はい、斉藤和美、うん、20勝3敗20勝です。あれですね、阪神の2003年の井川さんと同じ年に20勝ずつした年ですね。和田14勝5敗、杉内10勝8敗、で新垣8勝7敗で寺原7勝5敗、うん、ナイト6勝4敗、はい、ね、でリリーフは岡本さんに 4.05、うん、でスクルメタ11セーブ 3.86 で渡辺さん46試合登板、うん、吉武さんで篠原1勝4敗10セーブ 2.32、ちょっとリリーフ陣の防御率が悪いね、うん、でもまあこんだけやっぱり打線が爆発したんで、うん、それは勝てるね、勝てますね、うん、82勝55敗すごい。でもよ、はい、こちら234ポイントです。おお、じゃあセリーグは1位がまあ200ポイント超えが206ポイント得だったから、うん、まあ、だいぶいいですね、ポイントとしては。うん、うん、さあそれでは栄えある、はい、パリーグの22年間で最強のバランスが取れた1位のチーム発表します。待って、 どこだろう。でもやっぱりこう例年の強さ見てるとソフトバンクのどっかなのかなって思っちゃいますけどね、うん、どこだろうな。はい、1位ドルルルじゃん。2位のダイエーが234ポイントの中、はい、1位のチームは261ポイントで、うん、すごい、ダントツの1位、はい、2005年の千葉ロッテマリーンズ。わー、そうなんだだったのよ、はい、調べたらまさに佐藤さんがいた時の、そう、うん、だからこれね、はい、おいとかって突っ込んでる人いるかもわかんないけど、はい、これもうデータ上だから仕方ないんだよ、はい、主観とかじゃないからね、うん、この当時、1番2勝か2割6分8厘ホームラン4本48打点、はい、41盗塁2位堀さん3割5厘7本塁打46打点、うん、3位福浦さん3割6本塁打72打点4番ベニー2割7分1厘13本塁打71打点、うん、5番マット・フランコ3割21本塁打78打点、うん、で6番佐々木3割3厘10本塁打52打点、うん、7番イ・スンヨプ2割6分30本塁打82打点、うん、8番サブロー3割1分3厘14本塁打50打点、9番今井3割1分8本塁打71打点、うん、まあ、サブロー4番とかもね、はい、打これ打順めっちゃ変わるからね、うん、ロッテはね。でベンチに、小坂さん2割8分3厘4本塁打31打点26盗塁、うん、橋本佑2割5分7厘7本塁打31打点大塚さん2割9分3厘ホームラン8本32打点、うん、でパスクチ2割8分4厘8本塁打20打点、ね、でピッチャーが、渡辺俊ちゃん15勝4敗 2.17、うん、ひろゆき12勝6敗で清水さん、10勝11敗、はい、セラフィニ11勝4敗、うん、小野慎吾さん10勝4敗、うん、久保ルーキーで10勝3敗、なんと先発ローテーション6人全員2桁以上の勝利は史上初でございます。あ、はい、そっか、全員が10勝したって時ですね、全員というか6人が、そうそうそう、そっかそっか。でリリーフは、矢蓋さん51試合登板防御率 3.07 7勝4敗藤田さん45試合登板1勝4敗防御率 2.56、うん、守護神小林正秀さん46試合登板29セーブ 2.58 セーブを取ってますね、うん、で山崎さん、サイドスロー40試合登板 3.35、はい、小見さん23試合登板 3.79 でございます、うん、こちらが、はい、パリーグの22年間、はい、うん、最強チームでございます。へー、ダントツの261ポイントでございます。まあ、セリーグはね、ピッチャーが立ち返っていろいろあるからこう、うん、まあ比較するねわけにはいかないけども、ね、一概にね、うんうんうん、でも、まあ、両チーム合わせても、うん、最多ポイントです。はい、なんとなくこのじゃ打率だけとかで見るとなんかその2位だったソフトバンクの方が圧倒だね、なんか圧倒的にパンチ力はあるんですけど、そうそうそう、俺も、うん、これ調べる前はよ、はい、これやっぱり2003年の、うん、ダイハード打線が1位かなと思ってたの、はい、えぐいからね、はい、でも調べてみたら、うん、なんと1位が2005年のロッテなの。
だからまあ本当に綺麗にバランスがめちゃくちゃ取れてたんでしょうね。そう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 、うん、データ上ね、データ上で調べたら、はい、でこの投手は、うん、まあ2位からプレーオフ入って、はい、まあ、プレーオフ勝った方がリーグ優勝だったから、はい、まあ、結局リーグ優勝してんだけども、うん、なんとへえ、じゃ袴田さんの気になる楽天の2013年、はい、あ、どのぐらいだったんだろう。13年の中では1位です。はい、91ポイントです。あ、全然そこまで高くないんだ。そうなんですよ、はい、まあ、あそこで秘密で言うと、はい、マー君がいなかったらちょ5割だもんね。確かに先発ローテーション綺麗に回ったのって、うん、マー君と則本投手だけだったので、うんうん、そう思うと確かにこれは全然違いますね、うん、マー君のけたら5割だもんね、はい、まあ、あとアンドリュー・ジョーンズとマギーが頑張ってくださったもんね、うん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 、でも91ポイントですへえ、はい、そうなんだ、うん、まあ、でも確かにあのパンチ力見たらちょっと大春打線のうん、うん、文句は言えないですね。でもダントツでロッテです。そうですね、はい、でもこのね、うん、データ上、はい、2000年からいくと、うん、日本ハム、ダイエー、西武、ダイエー、ダイエー、ロッテ、西武、ソフトバンク、西武、日本ハム、ロッテ、ソフトバンク、日本ハム、楽天、ソフトバンク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 、西武、西武、ソフトバンク、ソフトバンク、うん、ということはよ、はい、オリックスと、うん、昨年もね、はい、優勝したけどもソフトバンクがデータ上1位、はい、このデータ上バランスが取れたチームっていう中で言うと、うん、オリックスと、はい、これ入ってないのオリックスだけじゃないですか。だけだね、はい、あと全部楽天唯一1回入ったんで、うん、ロッテは一応2010年も入ってるんだよ、はい、1位、うん、3位だけどもね、うんうん、オリックスだけだね1位入ってないの。本当ですね。じゃあセリーグで言うと横浜だけ入ってないの。中日も入ってます。中日も入ってる2004年、うん、だね。横浜とオリックスは1位22年間1回も入ってる。ポイント的には優勝はしてるけ ど,、うん、けどもっていう、うんうん、DNA はしてないけどね。あ、そうか、そうだ。98年のやつはもう勝手に調べてください。はい、うん、98年のやつじゃあちょっと調べてあげようか。はい、 DNA ファンの人のためにも。はい、98年はベイスターズが1位だね。おー、うん、95年の時は、あ、5年か、オリックスは1位だね、うん、まあ、優勝した時はまあ1位になる確率はかなり高いけど、ね、高いですね、まあ、2000年以降でっていうことをね、はい、考えるというね、うん、データでした、はい、まあ、どういう数字を算出したかは、はい、来週の日曜日です、はい、でも1位は2005年のロッテでした。はい、おめでとうございます。